通りモーダさんにお世話になりまして、バイクスタイルを全身バッチリ決めていこうというふうに思います。課金しないアバターからここまで。ニヤニヤが止まらないぞもうね、私の好きそうなのがいっぱいね。本日お邪魔するのはディアンさんです。ディアンモンタータイプルさんです。イエイ。ここは次どこ行きますかって言った時にまた、あ、じゃあインディアンでっていう感じで決まりました芸能系の方でもインディアン乗ってる方、乗ってらっしゃる方多くて気になっていたので、今日はどんな感じなものがあるのかなっていうのを見て、まあ、乗らせていただいたりなんかして楽しもうと思います。じゃあちょっとお邪魔しますね。すいません、ちょっとあまりの興奮にも挨拶もせずに、すいません。いやー、やっぱいいんや。最近なんか結構ちらほら、そうですね、ね、はい、乗ってる方も本当に増えてる感じなイメージなんですけれども、はい、どのあたりが人気になるんですかね。やっぱり一番人気なのが、ここに並んでるスカウト。スカウト。このシリーズが、やっぱりなんだかんだ一番。うん、やっぱインディアンといえばのイメージな、やっぱデザインというか。そうですね。もともとインディアンのスカウトって、うん、まあ、レースのために当時、はい、あの作られたような、どっちかというとそのアメリカの中でもスプリンター的な意味合いで作られたモデルなんですが、はい、今やビギナーの方からベテランの方まで幅広い方に乗って楽しんでいただけるような作りになってきてるので、キュンキュンしてます。ちょっといいですか、近くで。はい、どうぞ。これスカートとボーバーとローブがあるんですね。どう違う感じですか。一番ベースなのはスカートなんですけど、インディアン の、 この車体の特徴なんですが、フェンダーを見ていただくと分かるんですけど、クイッとちょっとカーブしてる、はいはいはい、エスカルゴフェンダーって言われてるエスカルゴフェンダーなんですけど、これではまあ元々昔の創業の時からもインディアンのこのフォルムの特徴なんですよ、うんうん、本当にベーシックなアメリカンのスタイル、うんうん、特に昔のアメリカンのバイクっていうのはリジットフレームっていう三角形のこのフレームが特徴なんですよ、うんうん、その時のフォルムを生かして見た感じが昔と同じようなフォルム、そのメリットが一つあるんですよ、はい、シートの位置を低くできるんですよ。あ、1200cc っていう排気量の大型バイクにもかかわらず、はい、うん、結構乗る方を選ばない、うん、足つきがめちゃめちゃいい、大事、足つきがいいぜひ試してください。本当にすみません、失礼します。もう安心感あるわ、この高さ。はいはいはい、乗りたい1200ですよね。すごい低重心に設定されてる、もう本当にもう足つきよ、安心感すごっ。今までで一番足つきいいかも。どうしても足がね、つかないと不安が残ります。そうなんですよ。このブルーも綺麗だな。メタリックな感じもいいですよね。すごい最近結構マットなデザイン多いじゃないですか。そうですね。でもこのやっぱメタリックな感じがなんか存在感あってやっぱかっこいいな。いやー、いいぞ、楽しいぞ、楽しいぞで、はい、またこの同じスカウトシリーズの中でこちらのが後から出たものでスカウトボーバー、はい、最近流行るロバースタイルの太いタイヤを強調したショートボーバーのこういうスタイルがちょっと流行ってて、これになるとまたね、乗車ポジションがガラッと変わります。フレームとかは共通なんですけども、はい、ステップの位置やとかステアリングとかが変更になって。あ、確かにボバーって
ネーミング誰がつけたんですかね。もうまさにボバーっていう。いろんなブランドでね。ね、あのありますけど、この色なんですか。最近流行りのステルスグレーっていう、中にちょっとメタリックが入ってるんですよ。超綺麗ですね、はい。もうめちゃめちゃ好きな色。このメタリック、グレーも好きだし、ブルーも好きだし。すごい綺麗。ぜひまた買って。いいですか？私もね、全然違う。はい、全然違います。ああ、もうなんか高いのか。あのステップの位置が、ね、実はねこのスカルトよりもちょっと手前に行って、うんうん、脇に出てる、外に出てるんです、うんうん、だからちょっと足を開いた形に乗る感じになります、うん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 、それとハンドルがやっぱりフラットの前に近くなってるので、うんうん、前傾姿勢、うん、なんかより体をこう折りたたんでる感じがあります。ほとんどの人が乗ってもこのロバに乗って走り去って腰のせいかな、長男で見るようにしてる。確かに確かにライディングポジションで印象全然違う。でこのロバがデビューしてすごい人気だったんですけど、そのうち何人かのお客さんがちょっとハンドル上にアップできないんですもうできないから、あまりにも体がくの字で長時間乗ってると辛いと。それで結構アップハンドルに変えたりしてるお客さんが多かったんですけど、そんな中、はい、翌年にメーカーが最初からアップハンドルのロバーを出してきました。なるほど、多分声がいっぱい届いたんでしょうね、はい、本当だ、グイッと上がったハンドル。これになるとまた Z のポジションがロバーになると楽になります。はい、あ、はい、はい、あ、確かに全然違う。全然違います。さっきこうだったのに今グッとこう、あ、乗りやすいですね。これ本当に長時間乗ってたら絶対こっちが楽だろうなって思います。視界が全然違いますね。もう広くなる。街中でひらひら乗ってる分にはこのボアのスタイルでも全然いいんですけど、じゃあちょっと遠出して釣りに行こうかってなった時にはやっぱりこうゆったりしたポジションの方がいい。いやー、わかる。いや、同じ、ま、同じシリーズはシリーズなんですね。なのにこんなに違う。どれがいいですか？私結構その一番スタンダードなのがやっぱ好きだなって感じがする。一番なんかおっていう。もう一回言ってもいいですか？あ、もう、うん、なんか扱いやすさもこれが一番しっくりきてる気がしますね。特にうちでやっぱ女性のお客さんの圧倒的な支持はこう使われてます。あ、やっぱりそうなんですね。へえ、いや、すごいわ。スカウトだけでこんだけもうなんか楽しめちゃうのに、このこっちになると、これも空冷エンジンのサンダーストロークエンジンっていう意味では自慢の空冷エンジン。排気量は 1890cc。 あ、これ前から見たら普通に車なんですけど。この大きさ感、ここに116って書いてあるんですけど、はい、そこに116キュービックインチ。これ実はそこの数字をカーレーさん、なるほどね。インディアンが111を出してくれば、ハーレーが114出してくれば、ハーレーが114を出せば、インディアンが116出すと。こんなことでどん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 大排気量化してます。なるほどね。いい関係ですね。そうですね。アメリカでもやっぱりインディアンっていうのは、アメリカで一番最初のモーターサイクルブランドなんですよ。で、翌年にハーレーができたんです。もともとはアメリカの軍用車両であるとか、警察車両とかはインディアン製が多くて、歴史はあるわけですよね。これの大きさを分かっていただくためにこれが分かりやすいと思います、はい、これね、このコールがついてない、ほとんど同じコールでコールがついてないです、はい、やっぱりこの車輪と車輪の間隔とか大きさがやっぱりこれすごくないですか？全然両手伸ばしても
足りない、届かないっていう。スポーツタイプもすごい乗りやすそうですね。これはまたあの、で、この前3月に国際展でやった東京モーターサイクルショー、はいはい、あそこでインディアンのブースで展示させていただいたのが、うちでご納車させていただいた稲葉浩二さんの FTR、はい、それをフルカスタムしたモデルを展示させていただいたんですよ。ご本人の許可をいただいて、あの稲葉さんよすごいわ。いや、すごいですね。いいものを見させていただいております。本当にこういう地域の大きなやつは大丈夫なんですけど、やっぱりこの通例のこのエンジンをもうちょっと身近に感じたいという方のリクエストに応えたのがこちらの新しいチームシリーズ。エンジンは一緒なんですけど、車体フレームから全部車体構成をちょっとこうこじんまりと、いや、これだったらいける、これだとね、圧縮もだいぶ良くなりますし、またがってみてもいいですか。おお、本当だ。おお、スカウトに比べると大柄ですけど、全然。でもなんか本当に見た目の印象よりも足つきもいいし、なんかあ、これならって思える感じ。ああ、暑いな。なんかこのライティングポジションはすごいな。オラオラ感すごい。なんか。すごいわ、もう幅利かせるってこの感じっていう、もう満足もうなんかあー幸せって感じ。いやー幸せ、楽しみだけどカンパチが怖い。何の修行ですか。